どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパテラです。というわけで今回なんですけども、約20時間ぐらい前にアップデート、バックグラウンドアップデートというのが入っています。でこれ PS4、Xbox One、PC 版の方が致命的なバグアップデートが来ていて、オフィスに入れないとか、またいろんなチュートリアルがどんどんね案内されて、ジョブとかがまともにできないっていうことがあるんですけども、一応回避策というかね、解決策が一つあります。で、まあ、もちろんね、公式が、ちゃんとね、修正を入れてアップデートしてくれれば、これらの問題も解決できると思うんですが、とりあえず、現時点で通常プレイができるようになるためには、まず招待限定セッションとかに行ってください。でできれば自由照準とかのが人が少ないので、まあ、そういったセッションとか、もしくは人が多い場合だったら普通のアシストフルでもいいんですけども、まあ、とりあえず招待限定セッション行ってください。で例えばですね、建物の中とか乗り物の中からスタート、小里家の場合だったら準備パッとできたりするんですけれども、これ1回でも外に出ちゃうとジョブがねプレイできない、まあ、普通にミッションとか、まあ、強盗のフィナーレができないとも言われていますので、まあ、これができないっていうのはお金稼ぎ基本的に全体的にできないと思いますので、じゃあどうすればいいのかということなんですけども、まず建物の外に出てみてください。で出ると大体ね、工場に行けというサバイバルの、チュートリアルの案内が出てきます。でこれを終わらせる必要があります。これは、一度ねサバイバルのところのロビーに入るだけではなくて、もう普通にプレイをしてくださいと。でアシストのフルとかだと、もしかしたら他のプレイヤーとマッチメイキングオフにしていても、なんかねパッとね、まあ居合わせたりとかもあったので、マッチメイキングは非公開にしてください。でできれば招待限定セッションでやってください。大勢いるとサバイバルっていうのは、生き残るプレイヤーがいると終わらなくなっちゃうので、できれば一人でね解消すると。で自由照準のが多分人が少ないのでいいかなと思います。でまずチュートリアルを終わらせるために、一人の時にもう開始します。でサバイバルを最短で終わらせる方法なんですけども、開始した瞬間ですね、例えば爆発物で手榴弾とか粘着爆弾とかで爆破して自滅しても、実はこれすぐ終わらないんですね。サバイバルというのは、このね待機時間っていうのがあるんですけれども、この時開始まで残り18秒とか出てる間は死んでも死んでも終わらないんです。なのでここで例えば自滅しても失敗とかになりません。なので右下のタイマーがちゃんとゼロになって開始されてからですね、これが3、2、1で開始になって敵が向かってくるよってなってから、敵を倒せて出たら自滅してください。そうするとサバイバルというのは生き残りのミッションなので、1人だったらすぐ終わります。これ何人もいる場合は全員死ぬまで終わんなくなっちゃうので、まあ、どうしてもね他にね3人とか2人とか4人とかいる場合は、もう一斉にみんなね死ぬようにしてください。そうすれば多分終わります。で終わったらフリーモード行ってください。そうするととりあえずサバイバルのすごくね厄介な工場に行けとかね、サイプレスフラットに行けとか、いろんなの出てると思うんですけども、それらの案内が出なくなります。なのでここで一度ねスタイル変更などしてセーブをかけてください。またですね、もう一個あるんですけれども、 T のマーク、トレバーのチュートリアルが、まあおそらくねいろんなジョブを開始するときとかに邪魔になったりする可能性がありますので、一度トレバーのトレーラーハウスのところに行ってください。そうするとロンとトレバーがいて、ムービーのシーン大体まあ2分ぐらいでは終わると思うんですけれども、まあこれねめったに会えるもんじゃないので、まあ貴重だなっていうことで、とりあえずね会っといてください。そうするとT のマークのとこ行けっていうのはもう出なくなりますので、まあ、これでスタイル変更してセーブをかけたりしてください。また、アパート系の強盗をやりたいっていう時には、アパートを持っていても強盗ができなくなってる可能性ありますので、アパート強盗系をプレイしたい場合は L マーク、レスターの工場の方ですね、のチュートリアルを終わらせてください。これはランク12とかになると、まずここに行けっていう風になったりして、で強盗できるアパートがあると、ここに行ってから次にレスターから強盗の招待が来るみたいな案内が来るみたいな感じだったと思いますので、まあここを終わらせる必要があります。 PS4 とかねベテランのプレイヤーさん多いと思うんですけども、本当に昔初期の頃にやったチュートリアルを終わらせる必要がある状態になっちゃってますので、まあこれは言っといてください。またオフィスですね、持ってるオフィスが表示されないとか入れないっていう問題なんですけども、屋上から歩いて入れないと。でまたね地上の方も入り口がないので入れないということなので、じゃあどうやったら入れるのかということなんですけども、出現位置をオフィスにしたらもちろん入れたりします。でそれ以外だったら、例えばヘリですね、バザードとかそういったもので屋上に近づくと右十字キーの案内が出るので、
これで着地して中に入るっていう方法が一応使えます。ただしね、これでもまだ不具合はね、まだまだ多分ね、見つかっていない部分も含めてたくさんあると思うんですね。例えばね、今回パパテラだけなのかわからないですけれども、オフィスの方のガレージですね、ガレージの方に行った時にちょっとおかしいなっていう部分があったので、ちょっと案内していきます。例えばですね、オフィスのガレージ内にある車両ですね、まあ、これもね、こういった特殊な車両だったからダメなのかもしれないんですけれども、まあ、これ同じような症状の方いたらぜひ教えてください。オフィスから車両が乗り出せない問題ということで、これね、戦車だけじゃなくて普通のビジランテとかね、こういったものもね、バイクもね、 R2 が効かなかったり外に出せませんでした。というわけで、じゃあこういった場合どうしたらいいのと、まあ、オフィスから乗り出すのが無理なので、アシスタントに、言ってオフィスの車両を出す、または外から整備して呼ぶ、これはね使えましたので、まあ、こういった感じでオフィスにね、保管してある車両は外から呼び出すか、アシスタントを使って出してください。で、おそらくですね、火曜ペリコ強盗とかをやってる方多いと思いますので、そのあたり気になると思います。で、フィナーレができないとかっていうコメントもあったので、じゃあね、コサとかを呼べるのかで、スパロを呼べるのかで、中に入って準備はできるのか、ちょっと確認していきます。もうね、工場に行けというサバイバルのチュートリアルはもう出てませんので、普通にジョブっていうのは多分プレイできると思います。これね、失敗してね、ちょっとね、墜落してますけれども、普通に中にスパローごと入れます。で、中に入ったら、じゃあ準備ミッション開始できるのかと。で、ここでパネルの上で右十字キーをして、カヨペリコの準備などは可能になっているということで、これはね、準備は普通に進められます。で、自分だけ、例えばこのね、チュートリアルサバイバルも終わらせて、トレバーンとかも行って、レスターンとかも行ってれば、多分ね、このフィナーレとかも多分開始できるとは思うんですけども、もしフレンドさんがチュートリアルが終わってないから参加できないみたいなことが出るかもしれません。そういった時は、これらをね、チュートリアル終わらせれば大丈夫だよっていうのをとりあえずね、教えてあげてください。まあ、そもそもね、バックグラウンドアップデートというね、ちょっとね、ひっそりと入れられたアップデートなんですけども、それによってこんなね、致命的なバグが起きてます。まあ、ロックスター公式の方も PS5 と Xbox シリーズの次世代機だけじゃなくて、旧世代機 PC 版とか、Xbox One とか PS4 の、アップデート、ちょっとでもね、改善をしていこうっていう気持ちで多分ね、アップデートは入れてると思うんですけれども、こういったバグもね、起きてしまうっていうのが、まあ、GTA らしいというところなので、まあ、とりあえずね、通常のミッションもこれでジョブから開始できましたので、ぜひこちらの方参考にやってみてください。これ以外にもまだまだバグとかたくさんあったら、ぜひコメントよろしくお願いします。またいろんな回避方法とかも見つけたよってあったら、ぜひコメントの方よろしくお願いします。このね、情報提供をくれたコメントの方、本当にありがとうございました。